条例改悪は絶対に早い。都民ファーストの会もいつまで小池百合子さんに忖度してんの、バカじゃないの。全員無所属になんなさい。都民ファーストの会だっていう看板、今時恥以外の何もんでもないよ。試しに都民ファーストの会っていうお揃いのウィンドブレーカー作ってさ、着て歩けよ。そうだよ、唾吐きかけられて軽蔑されるぞ。喫茶店では水が出ないぞ。だったらやめちまえ。私だけじゃねえよ。小池百合子に忖度するのやめろよ。あんたたちね、小池百合子が代表だって言わせた時何されたか忘れたのかよ。ツイッター監視され、フェイスブック監視され、行動監視され、飲み会行ったら私の悪口言ってたんじゃないのって聞かれたんじゃない。ねえ、そうだよね。おかしいんだよ。小池百合子批判の場になる可能性があるからって飲み会禁止してたんだよ、あいつ。ねえ、もよもや忘れてないですよね。で、これ本当のことですよ、これ。小池百合子代表批判が起こる可能性があるからって、都民ファーストの会の党員同士の複数人でよる飲み会禁止してたんですよ。で、無許可で、私の許可なく Facebook に投稿してはいけないまで言ってたんだよ。ねえ、だけどその都民ファーストの会にのね、党員にやってたのと同じこと今度都民国民にやろうとしてるのが今の姿だろうが。そうでしょ。だから今回 SNS って言葉が出てきてんでしょうが。ねえ、だからこそだよ、都民ファーストの会の皆さん、あんたたちが飲まされた逃げ湯だよ。僕たちも飲まされたんだから1000万都民も飲んじゃいとか思ってたわ、ほら。ふざけんな。はい、あ、すいません、私ばかりが張り切るから他の人が喋んなくなる。はい、どうぞ。はい、はい、大きなマイクが来ましたよ。映っちゃいませんか。響きますよ。320ワットだよ、これで響かせよ。どうぞ。音で制圧してやんなきゃダメだよ。こっち使えよ。はい、ありがとうございます。あ、じゃあはい、皆さん、お疲れ様です。なんか今日あの都議会の傍聴やられてて、そのままこちらに参加された方もいらっしゃるみたいなんで、あの長時間お疲れ様でした。で、私もね、今日は傍聴できなかったんですけど、まあ、家でできることをやろうかなと思って、まあ、今日その法案審議といいますか条例の審議が行われたのが、警察、消防委員会ですか。で、議員の方なんか13名いらっしゃるそうで、その議員の方に対して、まあ、反対してほしいという声は届けました。でもね、さっきの傍聴されてた方はおっしゃってたんですけど、ある議員の方に800通、まあ、抗議の声が届いたというものをお話ししたら、まあ、鼻で笑ってたと。まあ、許せませんよね。何様なんだと。でもね、多分ね、数が増えれば変わると思うんですね。もしかすると、ある特定の議員の方がそういう形で、うちのところに来ましたっていうふうに言ってて、他の議員の方のところには来てなかったかもしれないんですね。ですから非常に時間がなくて、まあ、厳しい状況にはあることは間違いないですけど、もっともっと声届けましょう。とにかくこんな、まあね、今まで話出てますけど、まあ、いろんな問題があるわけですよ。で、明らかにこの法律の、その法律といいますか条例の目的はね、やっぱり路上でやっている僕たちの抗議活動とかネット上でのその権力に対する批判をやっているものを対象としているとしか思えないわけじゃないですか、ね、こんなのを許しちゃったら本当に独裁になっちゃいます。ですから、22日採決と言われていますが、委員会採決が行われていると言われてますけど、
とにかく諦めない、最後まで、僕たちのできる範囲のことをやって、まずこの条例まだ知らない方多いと思うんです。とても危険な条例が今出てるっていう状況なんですけど、マスメディアが報道しませんので多くの方ご存じないと思うんですね。ですからやっぱりできる方法で、この条例が非常に危険なものであるということを、広めて、まあ、短時間しかありませんけれども、対案に持っていけるように、頑張っていきましょう。はい、それでは続々と迷惑なんだお前はこらいう声をよろしくお願いいたします。元アタックの職員です。私このことを昨日ネットでツイートで取り上げて拾い上げて、早速サンデーモーニングの時にこのこともツイートしたんですね。一方小池知事がデモ封じ条例29日採決で政府補完図る要注意ってことで流したら568人がその時点で見てくれました。やっぱりツイートっていうのはね、全国に散らばりますから、ぜひこういうことやった方がいいと思ってます。でその時取り上げた拾い上げた各政党のファックス番号とかね、消防警察委員のあれです、ファックス番号部屋の、それもちょっともうプリントしたので、それはファックス番号しかなかったので都庁に問い合わせて各部屋の電話番号を聞きました。でそれをもう今度ツイートに書き込んで、じゃんじゃんここにも電話しましょうということでね、とんでもないということですよね。で私たち都民はこんな条例とかをね望んでるのではなくて、都民を取り締まるね、そんな条例じゃなくて、今日もね千葉県の東の方ですね、沖の方でマグニチュード 5.4 の地震ありましたよね。でそういうことをね事前にちゃんとキャッチして、それで都民が事前にねそういう大災害から免れるような、そういうことをねちゃんとね警察消防委員会なんかでもね審議しなさいということで、そういうことも含めてツイートしてます。やっぱりねそういうことをどんどんやっていかないとね。私も各部屋にも電話しました。ちょっと残念ながらお昼近かったので、もう委員会の方にみんな行き出しさせるってことなので、本当は一人一人の議員さんの意見を聞きたいってことでね、話したいってことでやったんですけども、ちょっとそういうことだったんですけども、一応出た人にはこういうことだからぜひ伝えてくださいってことでね、たった1日の審議でね、まあ、1日2日の審議でちゃんと都民にも内容を知らせないままにそういうことでやるのはおかしいって、こんな大事なことだから絶対これは1日2日で終わることだけではなくて、やっぱり傍聴できない人に対してもちゃんと広く知らせて、ちゃんと審議しなさいってことで電話しました。皆さんもどんどん電話しましょう。私ちょっとツイートにあげましたので、ヨンさんゆうちゃんですけど、そこに電話番号も書いてあります。ぜひ皆さんもファクスがない方もね電話だったらできると思いますので、ぜひやっていきましょう。はい、次から次へだ、小池百合子。小池百合子を罵りたいのは山々ですが、私、西東京市出身なので、ちょっと責任があります。おい、しげる、継承略。しげる、継承略。お前がちゃんとな、今度の審議会でな、反対してくれれば、継承つけてやる。しげるさん。あんたはね、末松義則と一緒に割ったポスター出して選挙に勝ったんだな。西東京市は末松義則に合わせるために、統一候補にするために大変な苦労した。それで石毛茂の時は他にないから、とにかく戦略的投票で俺もいやいやした。石毛茂、お前がそれ迷惑防止条例改悪に賛成するんだったら絶対学生運動してやるから、絶対二度と入れないようにしてやるからな、覚えとけ。ちなみに末松義則がこの間の新宿で激化する、あれで凱旋でしっかりしたスピーチをしました。それも多分誹謗中傷迷惑行為になるんでしょうね。あんたはさ、自分の仲間だろうが何だろう関係なくやれるだろうがさ、石毛茂、二度と当選すると思うなよ。他の地区の皆さんもこの都議会の議員に対して一人ずつ必ずやっつけてください。お願いします。まあちょっとね、なんというか人間ちょっとは取るところがあるっていうね説もありますがね、この個人に関してはね、就任してからいいことやる暇がなかったんじゃないかっていうのが、いいことをやってない。
ね、もうちょっと置いとけばいいこともやるんじゃないかなって期待する向きがあるが無駄です。今からしてももともと核武装論者ですから ね。はいはい、一番根本的なとこ、あ、ちょっと待ってください。小池百合子にちょっと爆弾質問をしたい。あなたは希望の党というのを立ち上げられたときに原発テロを訴えましたが、核武装論者の言う原発テロとは一体いかなるものでございましょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。ご苦労様です。こんなに集まっていただけるとはちょっと私たちとしてもびっくりですが、それほどこの問題が重要であっていうことは皆さん、認識されていて大変に立派だと思います。先ほど、宇都宮さんがおっしゃられた、私たち実はここでですね、長いこと築地の問題についての外線やっています。でその築地の問題は先ほどちょこっと出ましたんですけれども、そもそも小池が当選するに際しての引っ張った一つの問題が築地の問題でした。ところが結果的には小池のやろうとしていることは今築地は物流して、その跡地に先ほど問題ありましたけれども、オリンピックの時には駐車場にして、その先には TPP で問題が生じた時の、法律的な裁判所にする、その後ねするというような本当にバグれた形での動きがずっと続いています。で私たちとしてはですね、そういうことの